ヒカキンゲームズ。ヒカクラ。ヒカキンはどこにいるでしょうか。チクタクチクタクチクタク。ここだよ。ここだよ。ここにいるよ。こう。こう。だーにょブタさん、これが 4K! ハロー YouTube ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。ヒカクラ2パート153の今回は、やばい、バレちゃう、みんなに。ヒカクラ 4K で最高の画質にして光るブロックでダイヤ探してみた。神リソースパックでございます。これやばくない？見てこれ。これがしたかったんです今回。そう、あのね、前回のヒカクラ2パート152からこれ 4K にしたんですよ、僕のこのヒカクラの実況を。だからあの、ね、Wi-Fi 早い人は 4K にしてぜひ見てください。すっごい画質がいいのね。で、今回神リソースパック見つけまして、これマインクラフト統合版なんですけど、はい、こちらのリソースパック、なんかね、4個か5個ぐらい入れたのかな。で、何が一番すごいかっていうと、光ってるブロックが光ってんのよ、これ。ま、今までも光ってはいるんだけど、めちゃめちゃ光ってんの、リアルに。これやばいっしょ。夜空までなんか綺麗じゃん。うわ、パキッと。雲光っちゃってる、雲光っちゃってる。まあ、あれはちょっとよくわかんない。雲光っちゃってる。せっかく夜だからもう早速光ってるとこ見に行くか。うわー、ヒカキンくん、ちょっとね、あの影モッドみたいな感じがあるから、あの暗いところは暗いんですけど、その代わり光ってるところが超綺麗なのよ。あと水も綺麗。やべえ、なんじゃこりゃ。これもしかしたらもうまさに、これは私は本当の神になった。これ神じゃん。やべえ。そう、これ何が言いたいかというと、ダイヤモンドとか金とか、めちゃめちゃ光ってるっぽいんですよ、洞窟で。だからめっちゃ取れると思うんだよ、ダイヤ。あ、ダイヤ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 、だってピカーンって光ってんだもんみたいな。それで今日ダイヤ取り放題やりたいと思います。やーべー、 4K 画質でこれだから。そう、昔もね、統合版でこう頑張って影モッドみたいなやったことあるんですけど、あん時は 1080HD、 フル HD ですね。今回は 4K。 いよいよゲーム実況も 4K の時代へ。なにこれ。確かにリアルでね、プール潜るとこういう風になるか。なにこれ。どこがどうなってんの、ちょっとよくわかんない。うー、すごい。うわ、これやばいっすわ。ちょっとこれゾンビスポナーでも見に行ってみるか。あ、ぶっ壊れたまんまだけど。これほら怖いのよ、ほらリアルの洞窟ですって感じ。おお、すげえ。あと、そういえば音質も向上したでしょ。これ聖金に整えてもらってね、音質を。うお、水が癒される。すごい。なんかでもさ、今までの影モッドよりこれ暗すぎなくていいな。ちゃんと明るいわ。それも水も綺麗だし。え、ちょっと待ってくださいよ、今すごいものに気づいちゃった。俺これっしょ。手に持ってる時普通だけど、置くと、おお、スライムブロック透き通ってる。確かにスライムって、なんかはじめ社長のね、緑のスライムとかでテカテカしてんもんな。あ、本来はこう見えてたんだ、ヒカキン君からすると。やばで、ゾンビはドラマチックなんだろう。エンチャントの光り方がやべえ。待って、エンチャントの剣超光ってんだけど、これ見て。ジュボージュボー、うるさいな。すげえ、エンチャントの光り方が違う。ジュボジュボー、エリトラもすごい。ジュボ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 、うるさいな。早く落ちてきてよ、ゾンビ。え、ここの電気白いの何なのこれ。まさかフロッグライト。え、黒曜石までテカってる。え、あ、反射してる、ここが。ジュコ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 、もうジュコジュコ
うるさいよ、ゾンビ一個に落ちてこないし、なんかガラスもなんかピリ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 綺麗だね。はあ、あれこれ詰まってぶっ壊れてんな。あ、なんか綺麗、なんかあんたも綺麗だよ、うん、綺麗だよ、うん、綺麗だね。すごい、マインクラフト2って感じがするよな。もうついにマインクラフト2では立体的になりました。あ、いた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 、もうダメだ、詰まっちゃってるよ。いや、分かったよ、パーティーしたいんだな、オッケー、ほら、うおー、ちょっとパーティーパーティーパーティーピーポー、やばい、俺着てない着てない、服着てない服着てない、危ない、あっぶんな、危ない危ない、あ、てかこれエンチャントの服着たらかっこいいんじゃね。ちょちょ、ほほ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 、なんですか、ポンポポン、危ない、やめれや。ちょっと見てみよう、服暗くなっちゃった、なんか、いきます、せーの、うおほほ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 ほ、やばい、見てこれ、うお、どうも、生まれ変わったヒカキンだよ。おっと、ちょ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 、ピッピッピッピン、あぶね、すごい、いや、これダイヤ掘りに行くの楽しみだね。あとネザー、ネザーとか見たいね、ネザー、え、エンド、エンドはまあ暗いだけか、ネザー見てみたいな。やべえ、洞窟大作戦だこりゃ。じゃあちょっとネザーも行ってみるか、このまま。だから案外夜になったのが良かったね、ちょうど夜になっちゃうところだったから。うわ、待って、ヒカ、旧ヒカクラハウスも行ってみたいな俺。夜の旅へ、さあ行くぞ。あ、違う違う、夜の旅へ、さあ行くぞ。てかヒカキン新居やべえ、超綺麗超綺麗、村村、うー、ピカピカ村村じゃんこれ。うーわ、待って、うわ、うーわ、この村、これ今度このリソースパックのまま改築したら超綺麗。いや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 、これちょっと今回 BGM も癒し系でいこうかな、声もちょっと癒し系でいこうかな。こちらがヒカクラ村でございます。あー、こんにちは、いや、こんばんはですかね、こんばんは、こんばんは。じゃあ明るくしてあげるわ、緑のフロッグライトで。どんくらい明るいか、いきます、せーの、うわー、眩しい眩しい、村人さん起こしてあげる。はいはいはい、起床起床起床、はい起床です、はい起きなさい、朝5時だよ、起きなさい。すごいね、なんか電気屋さんみたいじゃない、都会の電気屋さんみたいじゃないこれ。ねえ。カメラはヨドバシカメラ。新宿西口駅のドラドラドラ。なんだかダラ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 ロロ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 。え？うわ、カメラはヨドバシカメラ。ちょっと待ってくださいよ、レール光ってんぞ、確かに鉄だこれは、これは鉄だよ、やべえ切れすぎてむせちゃったすっごっ、これ夜明け来ちゃうな、これ多分感動してる間に。あー、来ちゃう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 、夜明けも綺麗説あるぞ、ほら、やばいやばい。え、マグマ今光ってたな、まあいいや。旧ヒカクラハウス、ヒカキンの家。うう、待って、エンドロッド超光ってんだけど、マグマブロックも光ってる。あれ、なんかこれ描写されてなくね、まあいいかなんか旗がバグってるかもしんない。おーおお、ヒカクラハウスこんな暗かったっけな。おお、ちょ、え、ま、ベンチャーバグってね。あ、違うわ、これ つけてないだけだった、ちょっとバグってないバグってない。おーおー、朝だね。あ、確かになんか夏休みのラジオ体操館出てるわ、この朝6時。うわー、朝焼けやべえ、 4K です。よかったら 4K で読み込んでください。やべえ、うわー、朝だね、おはよう。ちゃんちゃんちゃちゃん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 、トレン、ブーク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 、ドン、ドン、ブルン、バリドン、ブルン、ドン、ブル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 ン、ドン。やばくね、これ。朝の海。
てか川やばい感動だ。おー、これいつも僕がプールにダイブしてる時の景色やん。うーわ、え、これ昔のさ影モッドもすごかったけど、これ超えてねえか。まあ、4K ってのもあるし、これ見て、なんかほらこれ反射して、うーわやっべ、うーわもうこれ窒息したい、もはやこれもう窒息してもいい、これもうダメダメダメ。パンダさんのお尻も可愛い、それ変わんないか。やばいね、パンダさん超綺麗なんだけど。にしても手軽にできるようになったね、統合版がね。これをやりたくて昔僕 Java 版じゃなくて統合版にしたんですよ。昔 4K でねこういうのができるかもっていう噂が立って、それでしたんですけど、なんかさらっと来たな、できる日が海も行ってみるか。やっべえ、これ感動的なんですけど、うわやっぱ川じゃなくて海だよな、やっぱな。やっばーい、サンゴ礁の海行ってみよう、サンゴ礁の海。やばい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 、おいこれやっべえよ、おいやっべえやっべえ。ちょっと、あ、氷は氷はどうでしょう。氷はそんなに光ってないか。あ、いや光ってた、俺は見逃さない。ちょっと光ってたら、ほら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 、うわー氷に反射してんのよ、ほら景色が。これどうやって作るんですか、これは。え、なんかさ、だいたい影モッドとかってさ、すごい綺麗なんだけど癖が強すぎて、いつもはやっぱりね普通のマイクラがいいかなっていうのが多いんですけど、これマイクラでいろいろやってきて初めて、これはちょっとなんか建築するときとかこれでやっていいんじゃないか説あるな。これサンゴ礁の海まで来ました。あら、あら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 、綺麗だねーっていうおばあちゃんいるよね。やっばー、これ光るイカとかも綺麗なんだろうな。うわ、うん、これダメだな、亀のヘルメットをかぶってくるの忘れちゃった。すごい、でもやりすぎてない、やりすぎまでギリいってない。うわーちょっと怖い、ちょっとなんかね、海洋恐怖症っていうの、海洋恐怖症が出ちゃうねこれねね、イルカさん、これ海洋恐怖症多分僕ちょっと若干持ってるんですよ、海洋恐怖症マイクロの世界でも超深い海とかさ、湖のさ水深30メートルですとかいうところにポチャンと落とされたら、めっちゃ怖くないってなんかすげえ食らうな、おい食らうな、おい、あれなんか食らうな、食らうとかある。いや綺麗だな。え、あ、この弓折るのじゃないよね。え、なにこれ、なにこれ、なんか前落としてったやつが残ってた、これもしかして。あ、違うわ、しょぼぽいこれちょっとここまで来たから、せっかくだからエンド行ってみるか。ネザーはじゃあちょっと後にして、先にエンド行ってみます、エンドーさんの方へ今エンドーさんは、100万人見てたら、何人見てますかね。エンドーさんこんにちは、エンド行きます。なんだここ、まあいいや。うわーうわー綺麗、普通のこの森も綺麗、林というか、うわ綺麗。あ、もう到着か、早やばー、過去にないぞこれ。やっぱ遠くでもマグマ光ってんの気になるわ、あれダイヤどんぐらい光ってんだこれ。あえて暗くして洞窟行きたいな。まあエンド行ってもエンドって光ってなくね、今を考えたけど。はい、行きます。エンドさん、うぅうっすうっすシャキじゃないんで、危ねえな、これ。虫いるからな。虫を。うわ、綺麗だな。うわー、虫を。うわ、綺麗。虫をって、マグマすごい。マグマすげえな。マグマすんげえな、綺麗だな。やべえな、4K だからな。いきます。虫をは。うわー、虫をもね、やっぱりこれで生まれ変わってね。ねえ、虫を。あれ ?4K にしたら虫を逃げてったね。4K だと俺、オーラすごいんだから。虫よ、お前は綺麗じゃないな、虫よ。え、え、うん、あ、来るんだね、うん、バグってたのかな、うん。はい、行きます。
すごいすごいすごい。これなんかこのスポーンブロック一つにしても綺麗だな。いきます、せーの。うこれ暗い、うこ暗いな。うわっ、まぶしい。うわ、僕も 4K モニターでいいモニター使ってるんですけど、まぶしい。うわは、あ、出てるなー。だった、あ、暗い。でも許せる暗さなんだよ。うわー、変わんねー。帰ろ。はい、せめて楽しく帰るライトで。はいはいはい。変わんねー。あ、黒曜石は綺麗ね。はい、黒曜石だけでみんなを癒して。はいはい、黒曜石は綺麗だよー。ほーら、こんな綺麗。うわー、綺麗、やば。フロッグライド、フロッグライド。フロッグライトで今世界一喜んでます。うん、怖いな、これ。漆黒だな、この、バイ。あ、新居帰ってきた、ラッキー。つうか、やっべ、エンド行ってる場合ちゃうがな。ボクボクうるせえな。これさ、ネザークォーツ超綺麗。え、これネザークォーツだよね、俺。やばくねえ、これ。ネザークォーツって、こんなに綺麗だったんだな。僕らは、これやばくねえか、桜の綺麗さ。ちょっと来年の春これ、ヒカクラでお花見する？ヒカクラライブで。ワンチャンありだね、これね。やばいやばいやばい。オレンジやばい。もうこれ表示も消してこれでお送りします。うわぁ、ガラスから、あ、クリアガラスがこれで、このほら、暗いガラスがこれ。だいたいさ、なんかモッドとかでさ、暗いガラス変になっちゃうんだよとかあるんだけど、超綺麗なんだけど、なんだこりゃ。やっべぇ。待って、これ地下の水族館やばくね、これ絶対。地下の水族館やばいだろ、これ。はい、剣とかももう持たない。地下の水族館、うわぁ、この床、あ、これ、境界石？境界石もやべえな。うわ、眩しい、眩しい。え、行きます。こちらが、ヒカキン水族館です。青鬼みたいになってる。青。ピン、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 ピン。やばいな、これ。あ、ちょっと青すぎな？ちょっと青すぎな？あ、いてて、ピン。これ青すぎな？うわ、でも、本当は秘密の水族館地下室だからこんな感じだよな。メロメロ。これちょっと暗いな。すごい。あ、そして俺は気づいた。見て。光る額縁が本当に光っている。すごい。あ、本当はこんな光ってんだ。これなんかもうさ、マインクラフトのオフィシャルリソースパックでよくね？超光ってるし。あ、待って、すごい。あ、じゃあネザー行ってみるか。洞窟行く前に。やべ、感動的なんだけど。これが超かっこいいね。これなんだっけ、シーマリンじゃなくて。すいません。僕できちゃいました。シーランタンです。シーマリンじゃないです。シーランタン。うわっ、あ、ドラゴンボールのご飯になっちゃった。これやばくねえか？マジで。マジで。マジで通り越して、これマチョでやばくね？これマチョで。マチョチョでやばくね？これ。やっばー！これ売れるぜ、このアメジスト。昔ね、うちの死んだジジキンがね、買わされてましたよ、アメジスト。訪問販売で。30万で。やっべ。うえ、マジかよ。やばいわ。かまどですら綺麗だもん。ねえ、アレイちゃん。綺麗。これちょっと使っていくかも、今後。やばい。初だわ。ヒカクラ史上初、これ。そうだよな。これ、ウォーデンのやつ？ウォーデンの砂みたいなやつ？超綺麗なんだけど、これ。え？待ち受け。よかったら、PC のデスクトップ待ち受けにどうですか？魔法つける、やべ、ハリポッターかなる。やばいやばいやば、癒される。じゃあネザーもさぞかしこれ眩しいんじゃないかな。いきます。ふっ、俺は本当のネザーを見に行くんだ。うわー、顔が見えない。
思ったより明るくないけど、ネザーの雰囲気残ってるし、火が綺麗。本当の地獄感出たじゃん。すごいじゃん。すごいじゃないの。ちょっとさ、普段暗くないのに、暗いからこれ置いちゃうけどさ、うーわ、地獄すぎる。これちょっと怖いわ。ネザーはちょっと怖いわ。ちょっと待って、帰ってこれなくなるかも、暗すぎて。待って待って。怖い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 。地獄です。お、うわ、あれ？あ、マグマあると超明るい。なんじゃこの、この高低差と言いますか。何も見えない。ネザーレンガ超綺麗。スケルトンさん、エイムしないで。エイムしないでください。エイムやめてください。暗すぎて見えません。悪魔です、ここ。悪魔です。悪魔です。地獄です。あ、こんな感じで生きてきたんだ、今まで。とにかくツヤがあるわ。こういうレンガブロックとかに。やばいね、ゾンビピグリンさん、あんた。引っ叩いてやるわ。やばいわ。すごい。ああ、やられちった。ガッチャン、ガッチャン。ガッチャン。ああ、ガッチャンは普通だね。うん、ガッチャンは普通。ほらーさあ、火が綺麗、火が綺麗。あれ、ほら、打ち返してやるわ。うわ、マグマ綺麗だね。ほらーらららら、なんだ、綺麗だったな、今のも。ほら、来いや。来いや。全然怖くねえわ。うわっさあ。あ、待って、これ綺麗だからさ、ほら、見て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 。うん、綺麗だからわざと食らってんだよ、こっちはよ。そう、綺麗だからよ。うん。ほら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 。役割を果たして、あなたどっかに行く。さっさとさ、食らってください。はい、もういいです、もういいです。コリゴリです。来る、まだ来る、や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 る、あ、やろうよ。やろうよ。ねえ。ブレイキング比較らやろうよ、じゃあ、うん、やる？あ、やろうよ。俺とやろうよ。うん、俺とやろうよ。おう、おう、ストーリーもあると思うし、おう、面白いと思うよ。俺とやろうよ。おう。あ、ちょ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 、暗くて見えない、暗くて見えない。助けて、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 うわ、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 うわ。やっぱ超綺麗。てか、この奥、反射する、ことまで考えて建築したくなりそうだね、これね。いつかこれ普通の世界に戻した時にちょっとなんか、ちょっと悲しくなりそうだけど。ちょっとさ、弓で倒すわ、もう。やばいな、これ。1時間楽しんじゃいそう、俺、これ。ちょっとほんと止まんねえわ。ちょっと、あの、ネザーブヒリンじゃなくて、あの、豚さんの、熱い！これは熱い！これ熱いっすわ！これ防具溶けますわ！こんなとこ飛んでたら。これ本来であれば、まあ、あの、重度の火傷を負ってます。はい。気をつけてください。あれ、どこだっけ？やべ、わかんない。いつものマップがわからん。ちょっと待って。ここだ。このネザーポータルないとわかんなかったな。違いすぎて、雰囲気が。やばー。肉食い切っちゃってパンだよ。うわ。ここ、カエルブロックあるからな。すごい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 。うわー。マグマ綺麗だね、スライムさん。ねえ、あんたらは普通だわ。敵自体は普通。うわっ！うわ、すごい。なんだこれ、青く光ってるのはネザーポータル。すげえ。恐ろしいね、これ。ちょっと怖いな、やっぱでも。ネザー。暗い。こんな暗いんだ。ここで撮りましたよね。ライト。これまだ、まだ満タンだから。ちょっと在庫補充。はい。すーごい。あ、てか、こっから帰ったらどこ行くんだっけ、これ。あ、変な山行っちゃうんだ。やめよう。やばいね、これ。よし、じゃあいよいよ本当にダイヤでも掘り行くか。ウォーデンとこも行きてえな。ウォーデンのいそうなとこ行ってダイヤ掘る？ただ、ウォーデンと戦いたくはない。やめて。やめてくださいよ。すっごい綺麗でしたね。青い炎のところもちょっとあったんだよな、この辺に。おお、ちょっとしかないけど。おお、すごい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 綺麗だな。うわー、海底神殿とかも綺麗なんだろうな、これ。さぞかし、うん、え、やる？俺とやろうよ、やろうよ。やろうよ。できんの？すぐブレイキング比較らしちゃうからね。あ、ちょっと待って、うん。俺とやろうよ。危ない、危ないからね。もう瀕死だからね、危ね。
エンダーパール取れたぜ。危ねえ。帰ろう帰ろう。やべ、パンが緑色になってる。何あれ、これ青いさ、炎がなんか反射してパンが緑色になってるよ。これ腐ってんだよ。ふっ、怖いです、すごく怖いです。僕怖いです。あれ、こっちじゃなかったっけ。やべ、うん、うん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 、あ、こっちか。怖え。方向感覚はあるんだな俺。方向音痴じゃなくなったんすよ、マイクラたくさんやって。なんで、なんで黄色いんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って、パス。あんまネザーだから大丈夫。取れるかあれ、あれ取れる。待って待って、あ、対価のポーションである。やっべえ、ちょっと待って。わ、いや、対価のポーション飲む以外もうやべえ、終わったんだけど。一番強い僕どれだ。やべえ、ヒカクラ2だと火炎耐性がないかも。あった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 、もう一個もう一個もう一個、頼む火炎耐性やってくれ。あった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 、ある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 、胸胸をダメージ軽減4。火炎耐性って2個までだよね多分。オッケーオッケーオッケー。やべえ、初めてかもしれない、ネザライトごとあんなに落ちたの。やべえ、ちょっと待ってね。やべえ、うわー、暗視だ全部。いや、これはネザーの中は5分のタイムアタックみたいになんないんで確か。あ、エリトラ、もちろん俺らは抵抗するけん、エンダーパール、エンダーパールでエンダーパール投げて回避する作戦。あとは、あ、トーテム持ってろよ常に。どうだな、あとはちょっとさ、対価のポーションだけ作っていい。終わったー。いや、終わってない。ね、今の時点で消滅確定なのが弓とエリトラ。初めて俺エリトラ失ったかも。ただ綺麗だから、心を癒して。ちょっと待って、物に、物じゃないな、お前。もう当たり散らかしていくわ。ふざけんなっつん。こんなに綺麗で 4K の綺麗なつべくタイミングでなんで。ゼンロス、ネザライト持ってなかったらゼンロスでしたね。ネザライトは燃えないから。自分に言い聞かせて。大丈夫大丈夫大丈夫。これで OK。 あとはできることあるか。ネザー、あのあ、火炎耐性ってマグマクリームかなんかだっけ、これ分かんないんだけど。まあ1本か2本あればいいわ。なんとなくマグマクリームかなんかの予想する俺は。くー、やっちまった。調べるか。合ってるわ。マグマクリームとレッドストーンで最後強化。どれだ。よしよしよし。いやー、マイチングだぜ。まあでもよく考えたらポーション飲んでたら絶対大丈夫だよな。これみんなもマグマダイブして、ネザライト、大事なネザライト落とした時はこれをやってくれ。ヒカクラはこんな時もマイクラの教科書です。いやー、マスオ TV 並みのマグマダイブかましたな。広かったね。あ、そう、それを検証するために、うん、わざとやったからね。なんで、うん、別に怖くないから。うん、なんで黄色いんだけど。ちょっと待って、やっぱりみんなのために。こうやってこのリソースパックだとマグマダイブどうなるのか、わざとやったからね。ちょっと待って、パス。うん、なわけないよな。これでもうできること全部やったよね。あ、飯飯飯飯飯、食
食わなきゃ生きていけんのよ人間は。飯飯飯飯ねんじゃねん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 パンパン。俺場所は覚えてる。だいたい。え？あちょっと待って。これだ。オッケー。ロケット花火持って。行くぜ。うわあ助けてくれ誰か誰か誰かいますか誰か。待ってこっから集中していけ。完璧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 。なんだなんだなこっちだこっちこっち。行きます。暗やべ。タイマーつけ持ってくるの忘れた。あやべ。ちゃべ。見づらい待ってなんであれなんで俺この辺だよなこの辺だったよねこれ助かる俺待ってこの辺だよえっあっとポーション飲んでないポーション水入り瓶じゃないリグ寿司ラーメンリグないない待って これマジで言ってんのかよこれでいけるわグーどここれどこえどこ目のんな何これ反射してて分かんない危ねえ一番近い陸地それかだー123だーダメ通り越したとどっちが上なにこれあっあっちかだー123だー助かったうんまあ助かったよねけどなほぼちょっと待って、俺他に何持ってた？ピグリンの頭とかはでも置いて、来てるもんな。危ねえけど俺もう、何落としたんだろう。まあいいか。しょうがねえわ。もういいんだ。そう。はい、これ過去のことはもう、水に流しましょう。ずーっと引きずってるといいことありません。もう、はい。ヒカクラは人生の教科書です。もう、何のアイテムを持ってたか忘れよう。うん。とか言いながら後でしっかりと確認して悲しくなると思います。はい。忘れられないんです。はい。こっちだっけ？合ってるわ。もう嫌なんですけど。俺。ネザーだけやめとけよかったよ、マジで。あれ、どっちだ、これ。あ、ここか。もう勘弁してくださいよ。終わったけど、まあ。許してあげましょう。こんな綺麗な世界が見れたんだから。そう。いやー綺麗だな景色が綺麗だなあー綺麗だそういえばこっちの家も見てなかったなうわーもう最アンド悪何このあマグマのポーションのマークって今こんなん出るんだ。うわ、綺麗だねー。はいはい。ね。ウィザーにぶっ壊された家。うわ、暗いね。あ、黒いガラスだから光がちょっと遮光されてるというか。うわー、綺麗だ家だね。綺麗だ家だね。うん、マグマダイブしたけれどもね。うわ、綺麗。やっぱり、私が本当にマイクラの世界に住むのならこのガラスで作りたい。うわー、カエルも綺麗かも。うわー、カエルも綺麗かな。うわー、なんか、魔女が住みそうな家だな、なんか。うわー、うわー、うわー。
白カエルさん、あなたは元気だった？数ヶ月ぶりだね。綺麗だ。でもあれ、でもなんかこれなんか描写されてなくね、ここ。あ、いや違うか、ウィザーに吹き飛ばされてつけてないか。全部バグるの、バグってんじゃねえって思っちゃうな、これ。いやー、じゃあいよいよ後半洞窟行きますかね。いやー、この動画ちょっと超大作だわ。衝撃の、あ、待って、クリーパー、まさかなんか光ってるとかある、これ。あ、でも夜の時点で光ってはなかったけど、すげえこのクリーパーすげえ。ええー、反射してるやん、鏡面がーん、ガン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 、やばいよこれ。向きによってはさ、ほら、うわー、このクリーパーどんだけ苦労して作ったと思ってんの。これ全部サバイバルエメラルドブロックだぜ。ね、襲撃者トラップで作ったんすよ。やべえ、超かっこいい。そそり立って言いやがる、やばい。あー、すごい。じゃあいよいよ洞窟の準備していきたいと思いまーす。ダイヤ取るぞー、光ってるダイヤ取るぞー。うわー、ひかくら、せっかくだからカエルライト持ってくか。オッケー、ダイヤ掘るぞー、スタート。ふー、前ウォーデンに会えたところ行ってみっか。宝がまだ取り切れてない地下の都市。やっべ、ベッド忘れた。まあ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 いいか、まあいいか、よくねえけど。ここじゃなくてもう一個通り越した先、ここもウォーデンいるんだけど。うわ、超綺麗、夕焼け夕日。いやー綺麗だな。水の中もよく見えるな。メサ、すごい、夕暮れのメサめっちゃ綺麗。うわー、見たことねえぞこんな綺麗なメサ。メッサ綺麗。うわー、逆光も綺麗。夜になっちゃった。すげー、日の入りがすごい、神秘的。うおー、夜の村明る。マグマも着きました。ここだ、ここここ。暗すぎる、ちょっと待って、やばい。やっべ、それじゃ向かいまーす。怖え。ひかくら、はい、ちょっと今休憩して2日目です、撮影。改めて、あ、待って、これリソースパックもしかしたら、あ、これ上側にやんないとちゃんと光んないとかあるかも。これなんかちょっとこれ難しいんですけど、一番上に適用したいやつを持ってこないといけないとかで、このプレルードバニラグローイングオールス、これよし。で、今までだから動画の前半、うっ、全然できてなかったじゃん。危ねえ、よかった。うわ、超光ってる。今まで俺何見てきたの、すいません。今この動画もう40分ぐらいいってるかもしれないですけど、え、ちょっと待って、光ってなかったんだ今まで。あ、今まではなんか影とか、あのガラスが綺麗なやつだけが使われてて、え、鉄もこんな光んの。なんかさ、夜景みたいになってるね。あの遠くの街の家の明かりが綺麗だねみたいになってる。あ、俺今まで何見てたの。リソースパックは奥が深いなーって。これやっばー、綺麗すぎる。よかったー、これ洞窟入る前に気づいてよかったわ。うわー、なんか鉄別に俺全然欲しくないんだけど、掘りたくなっちゃうねこれね。うわ、これだったら、え、エメラルド光ってね、ちょっと待って、ええー、すげえ。そうだよ、でも本来宝石は光っているから、うん、別に悪くない。これはチートでも何でもないんだ。光っとる。まあ本来のエメラルドも暗闇ではまあ光んないんだけどさ、なんかこういうさ、光るあの時計とかなんか流行ったよな、ちっちゃい時流行ったんだよ、ちっちゃい時。すげえ。あ、これを置いちゃ光ってないな。でもこれを置いちゃダメなんだよ。あー、やばい、洞窟がすごい。
ほとんど真っ暗なんだけど、すごいすごいすごい。いや、これダイヤモンドが楽しみだな。あーん、あーん。エメラルドがやたらあるのか。山岳バイオームだからちょうど。うわー、これラッキーだわ。やめて、スケルトンさん、あんた怖いよ。ねえ、妖怪みたいだよ。やめてください。これ何？この光は。痛い。うわ、何あれ。あれ鉄？ちょっと待って、ダメだ。入ってっちゃう。どうしよう。これ何よ。え、石炭？石炭も光ってんの？なんでだよ。つっちゃったよ。ゾンビさん、見てよ。ほら、これ石炭だって。普段もうね、石炭はちょっとたまに欲しいんだけど、光ってんのよ。これ石炭だよな、間違いなく。いや、石炭ブロックだわ。超楽しい。やったぜ。この動画でもちゃんと成り立ちそうでよかった。やった。全然光ってねえじゃんとかなったらね、お蔵入りですから。うわ、超綺麗。なんか台湾のさ、千と千尋の寺みたいな、あの感じがする。座標で言うと、確か、130とか、この辺じゃなかったっけ？この辺から地下に入ると、ウォーデン。この辺から地下に入れると、多分ウォーデンのとこなんだけど、これ暗すぎてわかんねえ。畜生、ベッド持ってくれよかった。掘って見える、掘って見える。あ、え、なにあれ、レッドストーンか、なんだここだ、ここだ、ここかわかんないけど、ここっぽい。うく、これなに、どうだ、うく、ちょっと待って、ごめんね。ゾンビ、銅が綺麗。銅が綺麗なんて言ったこと一回もないよ、俺。なんか、カビみたいな感じすんじゃん、銅って。うわ、綺麗、銅。おー、ゾンビさんもなんか神秘的。お、幽霊感出てるよ。いいじゃん。悪くないじゃん。うん。すごい。すいませんね、ちょっと。こんな暗い、ゲーム実況、僕もあんまり今まで上げたことないんだけど、これ暗くないと意味がないから。うわ、すげえ。うわー、マグマも超綺麗。そっか、もしかしたらこれで光り方また変わったから。でも多分これもう下ボコボコ掘れば。あ、すごい、待って、一瞬でわかる。うるさいね、水の音がね。これ、待って、これ、マグマに照らされた、ラピスラズリ。やば。もうフログライト。うわー、フログライトも綺麗。うわー、未来のマイクラだ。これ、なんか、本当にこれ未来のマイクラでいいんじゃない？公式採用じゃない？え、さ、掘ってて、普通のやつでやるより、なんかちょっと感動するんだけど、これ俺。今まであんまりないよ。やっぱりマイクラって見やすくてシンプルなブロックってのがいいのはわかるんだけど、これちょっと初めて、え、キン、これ金でしょ、これ。キン一族の金。うわー、なんか本当に俺金見つけたんだなーって感じが。すげえ。壁に映ってんのよ、金の輝きが。いや、リアルの金でもこんな光ってないからね。やば。レッドストーンもかっちょいい。レッドストーンはさ、ちょっと光ってるよね、普通のマイクラでも。でも光り方が違えのよ。うわー、やべえ。超綺麗。これダイヤ見たら俺もうおったまげて、もうひっくり返っちゃうよ。掘っちゃうか、もうここ。怖いけど、怖いなぁ、これ。何も見えない。いきなりウォーデンに出会っちゃったら怖いもんな。真下掘っちゃいます。多分座標合ってる。怖い。めちゃ怖いんだけど、これ暗くて。そしたら、クワ持ってくんの忘れたわ、そういえば。こっちだな。うわ、すごい。ブランチマイニングもこんなに綺麗になる。ういーって、ダイヤ来ないかな、これ。レッドストーンでパーティーピーポー、地下都市行ってると思うんだけどな、この辺で。ちょっとずれたるー、すげえ。金がすげえ、やばい。ダイヤも来てくれ。う、何、今明るくなかった、今。やばいやばい。これポンって、これでダイヤ出ちゃうのもありだな、もう。俺別にウォーデンに会いたいわけじゃないからさ。ちょっと暗いけど掘っちゃいます、もう。え、なんで？やばい。出れないやん、俺、これ。これ、上掘ったらもうウォーデンとこだな、多分。うおー、トンネルがすごい。
どうすんだよこれ。勘弁してよ、出れねえじゃん。ダイヤ見たいだけなんだけど俺。それだったら普通の洞窟にすればよかったな。すごい嫌な周波数だよな。見えない見えない。見えてない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 。全然見えてない。この辺から出ていけば出れそうだな。もうな。やべ、ポコポコ言ってたな、また。もう出れないじゃん。ちょっと鉱石がすごくなっちゃったんで、シュルカーに一回預けます。いやー、俺いつになったら、ダイヤ見れんだよ。すごい。これ出れないやん。これ出れないやん。絶対出れねえじゃん。ただの地獄ですやん。これで横掘ってったら間違い…あっ来たぞ、地下都市見れるぞ。すごいすごい。オーデンさんは来ないで。すごすぎる、すごすぎる。ダイヤあるぞ、多分これダイヤあるぞ。あっちが都市かな。俺飛ぶよ、怖い。行くよ、せーの、ガシャ。うわすげえ、あ、ここだったのか。ふっよし、あ、やっぱ合ってた。すごい、地下都市見て、うわーすげえ。ダイヤっぽい光り方ある。もうちょっと待って、これ失敗したかもしんない。待って、ここ来るんじゃなかった。ただラピスラズリは一目瞭然なんだけど、これさ、ダイヤみたいな色してんのよ、このウォーデンの砂みたいなやつ。え、だいたいね、この地下都市で言うと、床のところ、一番下の床のところにたまにダイヤあるんだよね。うわ、普通の洞窟にしときゃよかった。光りすぎててわかんねえ。幸せな悩みですが。じゃあちょっと飛んでみるね。行くよ。せーの。やばい。だいたいこの辺に、なんか一個ぐらいダイヤって。スニークしてれば大丈夫。頼む、ダイヤ。ダイヤの光は、この、ウォーデンの光を超えてくるんだろ、頼むぞ。金はすごいわかるんだけどね。え？宝石の主役、なさすぎだろ。あんだけ、掘ってきてさ、洞窟でも一個もねえのよ。ちょっとマイクラさん。ここ、チェスト全部開けきれてないんだよね、この地下都市。チェストも開けられたら本当はいいんだけど。いや、ないわ。飛ぶか。こっち側にはねえ。怖え、行きます、せーの。怖い、怖いんだよ。ダイヤ、ダイヤ、ダイヤ。うわ、青すぎる、青すぎて一番見え。まだ助かる。バグって消えてるとかねえよな。この洞窟詐欺なんじゃないの。今度こそダイヤ逆サイド、危ない。うん、やばい、中に入っちゃった。え、これ、うん、やばい、どこだ。ちょっと天井高いからこの辺飛んでみよう。よし、こっち飛んで、この辺から見たらダイヤの輝きは俺の目に入ってくんだろう。どんだけもったいぶるん、ダイヤ。飛ぶしかねえ。ダイヤ頼む。普通の石のところにダイヤない。あった。待って。ちょっと待ってね。俺の目が見間違えてなければ、全く違う輝きが一つ。行くよ。右見てて。行くよ行くよ。3, 2, 1 ファイヤー。はあ。やばい、待って。
全然違うやん。ただ本当だったらもっと感動するんだけど、周りダイヤみたいになりすぎて分かりづらすぎる。これ間違い探しだ。やばい。でも違う、でも違う。ダイヤの輝きは全然違う。周りにもっとないかな。1個かよ、1個かよ。うわすげえ。でもこれはサムネだな。いや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 、これ芸術だよ、芸術。それもなんかマグマのこれ光が反射してんのか。うわすげえ。1個目まだ終わらん。掘るともう全く光んなくなるな。これチェスト探すんだったら絶対普通のリソースパック抜いた方がいいね。これダイヤに見えるわ、やめてくれよ。もっと分かりやすいとこになんかないかな。暗すぎんだろこれ。なんかあそこ明るくね。これダイヤだろ。これおかしいだろ。ちょっと待って、これおかしい。ダイヤ、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 取れた、取れた、取れた。すっごい水が綺麗、何これ、うん、すっごい、なんか光り輝いちゃった。あ、やばい、やばい。高速スニーク、高速スニーク。この隙間を高速でスニーク。なんだこの隙間、最高だ。あ、ちげえわこれ。ダイヤに見える。すごいね、苔の下だと思う、あれもう見えねえだろ。ダイヤ、この音はもうダメな音に聞こえる。うん、なんかわかるんだ。数々襲われてきたからね。あー、なんだこれ、なんなんだよこのライト。ライブスタートみたいな。おー、この辺見やすそう、この辺見やすい。マグマもある。あった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 。うん、天井のとこに、あ、光ってる、ほら、あそこ、あれ見つけて、もう俺帰る、帰る、帰る、許して、帰るから。これポコポコって壊したらなんとかなんねえ、これ。あれ、あった、すごい。あ、いける、いける、よっしゃ、これで、よっしゃ、センサー壊した。今度こそちゃんとしたダイヤ見つけた。見やすいやつ。 YouTuber として見やすさを優先。やばい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 、これ。やっぱ明るくしちゃダメなんだ。こうだ、ほら、見て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 、やばい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 。1個これ、うわー、今までの中でこれが一番いいな。周りの光とかも反射あんましてなくて来たんじゃない。やったー、すげえ。うわ、来た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 。これだけのマイクラやめらんねえ。うわ、あ、すごい。これさ、いつものマイクラと違うのが、4面掘ったりすると光が増す、反射があるから。2個かな、ここ2個だけど、すごい光り方してる。これ10個とかのダイヤの塊見つけたら、もうここ昼間みたいになるよ。これすごくね。うわー、サムネだ。うわー、いったわ、いった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 、やばい。うわー、ありがとうダイヤ。ひかくら。じゃあ最後、俺はチェストを、何か前来た時開けてないものを1個開けれたら、俺はもう今日は、やべ、待ったよな。開けてるか、このチェスト、さすがに。これ、せーの、う、うぅ、うぅ、これ、これ開けて速攻逃げるってどう？行くよ。せーの、多分取ってない。せーの、おー、おー、こんにちは。
んにちは。見えない。おっしゃ、やばいことになってきたね。チェスト、チェスト、チェストを見つけたら俺は今日はもう全てのミッション、おっしゃ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 、全ミッション突破。一番これで離れたとことかまで来て、ここありそう、ここありそう。あった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 、ゴミキン TV はゴミキン TV、 あーゴミキン TV、 ゴミキン、ゴミゴミティンティ、ゴミ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  TV、 ゴミキン TV、 ゴミゴミゴミの TV、 ゴミ TV、 ゴミゴミ、ゴミは分別。あたたたたたた、これ怪しい、 俺怪しい、怪しいと思う。俺怪しいって、俺が怪しい人みたい。これ怪しい、なんかね、見つけてない、絶対これは乗ってる？来た。センサーもない。行きます。ありがとう。リソースパック。3、2、1、5。本当に開けてねえじゃん。スニーク速度上昇2。やった。ゴミキン TV。危ない、ゴミキン TV、 ゴミキン、危ない、ちょ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 、真っ暗真っ暗真っ暗、やばい、ボーデンがいっぱいだ。うー、すごい、噛んで飛んで、あーそこか、今行ったの。もういいかな、蹴るか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 、帰るか、ちょっと一呼吸置いて帰ります。蹴るべー、蹴るべー、蹴る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 べ、蹴るべ、これ蹴るべ、もうダメだべ。オッケーオッケーオッケーだべ。ラピスラズリが綺麗だ、怖いべ、助けてくださいだべ。勘弁か、勘弁か、勘弁。確か一発で帰れる方向があるはず。こっちだっけ。あーこっちっぽい、こっちっぽい。ダイヤはあってもいいんだよ、ダイヤは。よし。あースライムさん、あんた可愛く見えるわ。どっか行ったわ。怖い怖い怖い。ん？おー、来た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 。うーん、たまんねえぜ。今度これでブランチマーニングしてえな。うー、やっば、たまんねえこれ。うわー、やべえ。うおー、これもまたいい映像だ。サムネ、サムネ、はい、やば。帰ろ帰ろ帰ろ。お空まで抜けてるとこどこだ。この辺か。ゼロ、もう掘った方が早いか。いやー、まいったまいった、帰ろう。あー朝だー、やった。今ちょっと100段どころじゃねえ、150段ぐらい掘った。やった。あー癒される、癒される。うわやったぜ。帰りまーす。いやー参っちゃったぜ。来たー、あー帰ってきたー。いやーっしゃー、いや、いい旅だった。あとクリーパーもっと光ってるかな、エメラルドブロック。そんなことない、光増してない。あ、いた、あんま変わってねえな。ブロックにして、あ、でもちょっと光ってる前より。おお、あ、光ってるかもしれん。はーい、うえ、というわけでもう本当にね、全ての景色とブロックが綺麗で癒されましたね。ちょっと今後マジで
建築するときとか、本当に自然なので、暗い。正直、ウォーデンの、地下都市だけちょっときつかったね。なので、鉱石探すときは見つけやすいかって言われたら、まあ、見つけやすいときもあるし、ただ暗いとこ真っ暗なんで、見つけづらいところもあるんで、まあまあ、めちゃめちゃ見つけやすいわけではなかったんですけど、めちゃくちゃ綺麗でしたね。あれ、ブランチマイニングしてダイヤポンって出てきたときの感動とかが、普通よりもあるんじゃないかなと思ったんで、まあ、PC でやってる方、皆さんもぜひ、このリソースパック、動画の概要欄に載せておきますので、ぜひ、使ってみてください。いやー、すごかった。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひポチッとお願いします。このヒカキンゲームズのチャンネル登録もぜひ。その他、私ヒカキン、X、Instagram、TikTok、Threads など SNS やってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。わーい。クリーパー光らんのかーい。